どうもこんにちは、まみよしです。僕今までね、バッテリー内蔵で持ち歩けるネビラカプセル2だったり、あとは天井につけて場所を取らないネビラノバだったり、いろんなプロジェクターを紹介してきたんですけども、今回はですね、ネビラシリーズのフラッグシップモデル、こちらネビラコスモスレーザー 4K をレビューしていきたいと思います。で、今回紹介するにあたって、こちらのね、クーポンコードっていうのもいただいたので、概要欄にね、クーポンコードも貼っておきます。ということで早速やっていきましょう。開封していきましょう。上に上げていきます。よいしょ。ネビラのロゴ、そして反対向けて、まずアクセサリーキット。この中には製品保証、カスタマーサポートとか、クイックスタートガイド、紙類に、これが電源ケーブルですね。ちゃんと日本用のコンセントと、こっちがね、3個ピンがあるタイプで、そしてこちらがリモコン。そう、今回のネビラコスモス 4K は、Netflix にね、標準で対応してます。なので、ここのボタンを押せば、一発で Netflix を開けると。まあ、後でね、また使っていきます。で、リモコンに、リモコン用の単4電池2本。そしてこれがね、ネビラ 4K ストリーミングドングルってやつなんですけども、これをね、本体に挿すことによって、Android を使うことができます。まあ、これはね、ずっと差しっぱで使っていくのが一般的かなと思います。で、本体。いやーもうね、めちゃめちゃ楽しみ。っていうかね、これ一回アンカーのイベントでね、実物見たんですけど、もうめちゃめちゃ綺麗でびっくりした。やっぱこのレーザーのね、この明るさ、そしてこのコントラストっていうか、色合いがね、すごい綺麗でしたね。よいしょ。よし。こちらが本体になります。かっこいいね。で、ここにネビラのロゴがあって、これがレンズになってます。で、側面はこんな感じでね、穴が開いてるデザインになってて、両方とも穴が開いてて、で、裏面、ここの裏面には電源端子に HDMI、 そう、このネビラコスモスレーザー 4K に関しては HDMI 入力っていうのも対応してるので、例えばパソコンとつなげてね、 4K で映像を映したり、あとはね、 4K のゲームなんかを映すこともできるし、で、あとはね、 USB に入れてる動画なんかをプロジェクターに映すこともできます。で、あとはこれ AUX 端子なので、スマホの音声をここに入れて、このスピーカーで聞くっていうこともできます。で、ここを上にスライドさせるとこんな感じで開くんですけども、ここにこのネビラ 4K ストリームドングルをセットします。ネビラのロゴの上側にマイクロ USB 端子があるので、マイクロ USB 端子を上に差し込みます。こうやって電源供給ですね。下側にはマイクロ HDMI 端子があるので、このね、ケーブルをつないでいきます。で、あとはここにはめてあげれば収納することができますと。電源供給 OK、HDMI も OK と。で、あとは蓋を閉めてあげます。はい、まあ、これはね、ずっとつけっぱなしにしておくので、ここを開ける機会っていうのはほぼほぼないかなと思います。で、本体上側は取っ手があって、持ち運びも便利だし、で、ここにはね、電源ボタンだったり、設定ボタン、戻るボタンとか、まあコントロール類がね、ここからできるようになってます。なので、リモコン使わなくてもこれだけで操作できます。音量の上げ下げとかも OK。 ちなみに本体の裏面にはここに三脚のネジがあるので、三脚につけることも可能です。で、あとは上下にゴム足がついてます。そしたらこのネビラコスモスレーザー 4K に電源ケーブルとかをつないで設定して映像とか見ていきましょう。ネビラコスモスレーザー 4K、 実際にね、電源の方をつけてみたんですけども、まずここで感じるのが、めちゃめちゃ画面が明るいです。こちらのプロジェクターね、ネビラ史上最高の 2400ISO ルーメンなので、かなり明るく映してくれます。で、今これロールカーテンに映してるんですけども、ロールカーテンの脇からね、太陽光っていうのが結構入ってきてるんですけども、それでもね、かなりはっきり見えてると思います。 YouTube の 4K 動画流してるんですけども、もう画質やばい。 4K モニターの大画面を置いてるような感じです。めちゃめちゃ画質いいね。ここの髪のくっきり感とか、あとはね、このセーターの生地の質感とかね、ちょっと画面寄ってみます。こんな感じで文字もくっきりだし、質感もすごいね、やっぱ 4K のね、この質感すごいね。 4K 映像をよく見る人はこの 4K モデルの方がいいかなと思います。ただこれ 4K じゃない、普通の 1080p モデルもあって、そっちの方が安くなってます。ただ 4K に対応してないのと、あとツイーターがなくなってるので、音質はね、ちょっと下がる感じになります。で、先日紹介したネビラノバっていうね、天井照明一体型のプロジェクターもあるので、そちらもね、実際につけてみて明るさの方っていうのを比較したいと思います。右がネビラコスモスレーザー 4K、 左がネビラノバになってます。右が 2400ISO ルーメン、左が 800アンシ ルーメンなので、全然ね、明るさっていうのが違うと思います。これが今カーテンを閉めて、ちょっとだけカーテンの隙間から日が差してる状態になってます。そしたら左側に窓があるので、左側の窓をね、ちょっと全開に開けてみます。いきまーす。
わ、すげえ、全然違う。わかるかな、これ画面越しで。右側は窓を開けてもね、かなりくっきり見えてるので、明るい場所でもしっかりね、見ることができます。で、左側のネビラの場は、まあ、見えるっちゃ見えるんですけれども、ちょっとね、コントラストが低くなった感じになってたり、くっきり見えるっていう感じじゃないかなと思います。ちょっと両方再生してみますか。全然違うね。これがレーザーと LED の違い。やっぱり右の方がくっきりはっきり映ってるイメージ。あ、これは全然違うな。しかも 4K がめちゃめちゃ綺麗だね。右が 4K、左が 1080p です。ちょっと近くで見てみます。1080p はちょっとぼやけてるけど、4K はね、くっきり映ってると思います。これがコスモス 4K。こっちがネビラノバ。やっぱ薄いね、こっちの方が。全然違います。レーザー強いな。いや、これね、プロジェクターこだわる人は、コスモスレーザー 4K の方がいいですね。ただ、プロジェクターの出し入れが面倒な人や、場所を取りたくない人は、ネビラノバの方がおすすめだと思います。で、これ今ね、YouTube とか映してるんですけども、もちろんね、パソコンとかとつないで、4K モニターとしてね、使うこともできたり、あと HDMI でね、テレビつなげる用のアダプターとかを買えば、4K テレビとしてもね、使うことができるので、めちゃめちゃ便利だと思います。しかもテレビと違って、プロジェクターの場所しか撮らないし、なおかつね、プロジェクターと壁までの距離離すことによって、めちゃめちゃね、大画面にできたりするので、その点もね、かなりいいポイントかなと思います。あ、今の黄色の色とか全然違いましたね。やっぱレーザーだと、こう、色が鮮やかっていう感じです。夜になったので、夜の見え方っていうのはどうなのかっていうのをちょっと見ていきます。今の部屋の状態は、外は真っ暗。で、カーテン閉めて、部屋の照明も全部オフにしてます。この状態で見ても、やっぱりね、レーザーの方がかなり明るいことがわかるかと思います。で、発色に関してもやっぱりレーザーの方がね、こう爪のところの赤色が綺麗に発色してたり、あとは白が真っ白だったりして、こっちのネビラノバに関しては少しね暗くて、で白もね少しねグレーっぽく見えてるんじゃないかなと思います。結構違いますね。で、ちょっと再生してみます。やっぱりね、色味がね綺麗に出てるのはこっちのネビラコスモスレーザー 4K ですね。で、やっぱ 4K 対応はめちゃめちゃ綺麗、文字のくっきりさとかも全然違いますね。で、この状態でちょっと電気の方をつけてみましょう。ネビラノバで電気つけていきます。こっち電気つけるとこんな感じ。電気つけててもやっぱりね、ネビラコスモスレーザー 4K、 こっちはね結構くっきり見えますね。すごいな、これ。で、これ今つけてるネビラノバの照明に関してもめちゃめちゃ明るいので、これだけ見えるっていうのはすごい。消してみました。で、この状態でスポットライトつけてみます。うん、やっぱりねレーザーだとかなりくっきり見えますね。画質とか見やすさにこだわるならレーザーおすすめです。次はスピーカーの音質の方を比較していきます。じゃあネビラノバ行きます。いや、もう音めっちゃいいね。やっぱツイーターを搭載してることによって、低音だけじゃなくて高音のきらびやかさっていうのも忠実に再現してるかなと思います。大画面で迫力あるサウンドが楽しめるとめちゃめちゃいいです。次はね、 HDMI 端子にパソコンを挿して 4K モニター化していきたいと思います。つなげたらこんな感じ。もう超大画面のね 4K モニターができるので、作業とかもね快適になります。もちろんゲーム機をつないで超高画質超大画面のゲームをプレイしても OK です。で、そして HDMI 端子を抜くと Android TV の画面に戻ります。そうしたらね、ちょっと最初に設定してほしい項目があるので、これちょっと設定していきましょう。一番右上のね設定ボタンを押して、一番下セットアップリモートボタンズを押して、デバイスの追加、これでテレビを追加していきます。で、ご使用のテレビのブランドなんですけども、今回ねこちらのネビラを入れたいので、左をクリックしてこの中から N を探します。 N ありました。で、ここで右を押してネビラ、こちらをクリック。で、デバイスを操作するリモコンのセットアップ、ネビラのテレビ、まずは音量をクリック。テレビにリモコンを向け、音量台と小のいずれかを押す。じゃあちょっと下げていきます。これで音量ボタンは動作するので、この真ん中で、はい。で、続いて電源、電源はここの電源ボタンを押して8秒以上待って電源ボタンをもう一回押す。やってみます。こっちで、もう一回電源入れます。で、電源ボタンも動作したので、はい。まあ、これを繰り返していきます。で、入力。この右上のボタンを押して切り替えていくと。これで HDMI と Android TV を入れ替えられると。で、もう一回押して戻る。入力ボタンも動作。OK。で、完了です。そうするとね、リモコンのデバイス一覧にネビラのテレビっていうのが出てくるので、これで OK です。そうするとね、一番右上のボタンを押すと、このネビラのね、設定を開けるようになりました。
で、ここから設定の方をちょっといじり方解説していきます。まず上ね、右左やると Android TV か接続されてる HDMI 端子の映像を映すかっていうのを選択することができます。で、あと画像ね。画像に関しては、ここから輝度の調整、明るさの調整をしたり、あとは下に行くと画像モード、標準、鮮やか。鮮やかにすると態度が上がって鮮やかに見えますと。で、ソフトはふんわりした印象、ムービー、ゲームモードだったり、まあいろんな設定ができます。HDR のオンオフもできますね。まあ、好みのやつを選択して、で、続いてオーディオ。これね、最初音量が1になってたので、これは上げといた方がいいと思います。まあ、僕は10ぐらいにしておきます。で、オーディオモードもあって、標準、ミュージック、ムービー、ニュース、オーディオカスタム。で、ドルビーのオンオフもあります。ムービーとかだと低音がかなり迫力ある感じになるかと思います。で、続いて画像補正。ワンクリックのフォーカス補正と台形補正。これを押すことによって、自動でね、台形補正とかっていうのをしてくれます。で、これ補正するときにね、他の製品だと、フォーカスの円が出てきたりして、一回映像が見れなくなっちゃうんですけども、このネビダコスモスレーザー 4K に関しては、暗転とかせずにね、そのまま映像を楽しむことができます。これもいいポイント。で、起動時の台形補正、動作後の自動台形補正とかのオンオフとか、スクリーンフィット。そう、このスクリーンフィットもすごくて、これをオンにすると、例えばね、この、今ロールカーテンに映してるんですけども、ロールカーテンの四角を判定して、そこにね、フィットするように映せます。こんな感じですね。しっかりフィットして映してくれますと。で、あとは手動フォーカス設定だったり、あとこれも使うかな？スクリーンズーム。これを左にやることによって画面を小さくすることができます。まあ、でかすぎて困るとか、そういった場合は、ここで調整するといいかと思います。で、あとは HDMI ですね。入力アクセスをやると、Android か HDMI どっちか選べるよってやつですね。ただ、ここの上でできるので、ここはあんま使わないかな。で、Bluetooth スピーカーモード。これをオンにすると、プロジェクター自体を Bluetooth スピーカーとして使うことができます。で、あとはバージョン情報。プロジェクターのバージョンだったり、見ることができますね。あと、ネビラコネクト。これがめちゃめちゃ便利で、これスマホアプリなんですけども、このね、ネビラコネクトのアプリをダウンロードして、起動します。で、今回コスモスレーザー 4K なので、これをタップして、繋いであげます。で、そうすることによって、スマホ側からね、操作することもできます。こんな感じでボタンを出したり、タッチパッドみたいにしたりすることもできます。で、あとは詳細設定。あ、そう、最初ね、言語日本語じゃなくて英語になってたので、このイングリッシュから、日本語にしてあげるといいと思います。この辺はいじんなくて OK ですね。こういう感じです。で、今回ね、リモコンの下に YouTube、Netflix、Disney Plus、Prime Video っていう感じでボタンがあるんですけども、このボタンを押すことによって一瞬でそのアプリに行けます。YouTube のボタンを押します。ポチッ。YouTube 開きます。次 Netflix 行きます。ポチッ。こんな感じでね、ネットフリックスも見ることができます。しかもね、ネットフリックスも標準搭載されてるので、リモコンでね、こんな感じで、普通にスクロールして見ることができます。これめちゃめちゃ嬉しいね。で、ネットフリックス 4K の映像とかもあるんで、めちゃめちゃ楽しめます。で、あとはプライムビデオだったり、ディズニーもしっかり開くことができます。瞬時にね、変えられるので、これめちゃめちゃ便利ですね。一瞬で変えられます。で、あとリモコンの操作方法としては、この入力ソース、右上にあったと思うんですけども、これを一回押すとね、この HDMI か Android TV かどっちを映すかとか選べたりするんですけども、これをね、長押しします。長押しすることによって、オートフォーカスっていうのをね、一瞬で起動させることができます。これめちゃめちゃ便利ですね。で、あとはここのミュートボタン。これ一回押しだと、ミュート。で、もう一回押すとミュート解除なんですけども、これもね、長押しすると、手動の台形補正っていうのができます。さっきは自動ですね。で、手動でやると、左端がちょっとずれてるなとかなった場合は、こうやってね、位置をずらすことなんていうのもできます。まあ、基本はね、自動でいい感じにやってくれるので、あんまり使わないかな。で、こんな感じでね、ずれちゃった時も、ここの右上のボタンを長押しすることによって、台形補正をやってくれます。で、オートフォーカスも今しました。ということで、こちらのネビラコスモスレーザー 4K 実際に使ってみたんですけども、まず一番最初に感動したのが画面の明るさ。これめちゃめちゃ明るくて、かなり見やすいと思います。で、2番目、レーザー光源なので、コントラストとかね、色もくっきりしてるので、かなり高画質に見えます。3つ目は 4K に対応してるので、4K のね、画像の鮮明さっていうのもすごかったです。で、4番目に関しては音質の良さ。ツイーター搭載してるのでね、高音から低音までかなりいい音質でなってくれます。
こちらのおすすめポイント1つ目、ネベラシリーズ最上位モデル、レーザー光源プロジェクター。レーザー光源ならではの驚異の輝度とサイズで圧倒的な映像美になってます。で、明るさに関してもネベラ史上最高の 2400ISO ルーメンで、昼間カーテンを開けていても驚くほどクリアで明るい映像をお楽しみいただけます。続いておすすめポイント2つ目、感動の没入感を実現する映像美と音響。 4K の超高精細映像を最大150インチの壁一面の大画面で映し出すことができます。 4K 対応なので150インチの大きさでも細部まできめ細かな映像をお楽しみいただけます。あとはね、 10W のスピーカー2機に加えて 5W のツイーターが2つ搭載されているので、低音から高音までクリアに聞こえます。続いて3つ目、映像体験への集中を高める機能が充実。垂直水平方向両方の自動台形補正機能がついているので、ちょっとぶつかって横にずれちゃったとか、そういった時も自動で台形補正をしてくれるので、かなり設置が楽になってます。で、あとはシームレスな高速オートフォーカス機能もあるので、ちょっとね動いちゃった場合っていうのもすぐにピントを合わせてくれます。あとはスクリーンフィット機能っていうのもあって、スクリーンがある場合センサーが自動でスクリーンを検知して、そこにね合わせて映像を投影してくれるといった機能もあります。続いて4つ目、 Android TV 10を搭載してます。7000以上のアプリから YouTube や Amazon プライムビデオ、 Netflix、TVer、Disney Plus などをダウンロードして使うことができます。で、 Netflix に関してはオフィシャルアプリが使えるので、 Netflix の利用もかなり快適になってます。で、あとね、リモコンには YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオ、 Disney Plus のボタンがあるので、すぐにねアプリを起動することもできます。で、このプロジェクターどんな人におすすめなのかというと、やっぱ最高級のプロジェクターが欲しいとか、あとはね大型テレビが欲しいっていう人にもおすすめだと思います。 4K150 インチまでね映せるので、まあ、大画面が欲しい人にもかなりおすすめだと思います。あとこちらのネビラシリーズに関しては、アンカー傘下のブランドなので品質も信頼できるし、アンカージャパンの公式サイトに登録すれば24ヶ月まで保証延長できます。で、今回ねこちらの 4K モデルは高すぎるよっていう方のために、フル HD モデルもねあるので、そちらも検討してみるといいと思います。あとはね他のモデルもいろいろあって、今回のネビラコスモスレーザーシリーズよりも安いホームプロジェクターのネビラコスモス、あとは持ち歩きできるモバイルプロジェクターのネビラカプセル2だったり、設置場所を取らないシーリングプロジェクターのネビラノバ、いろいろありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ね、ネビラコスモスレーザー 4K のレビューでした。バイバイ。